屈折系とは、高速の変化に基づいた物理現象である屈折現象を測る装置のことである。この現象は、スネルの法則によって体系化されている。正確で再現性の高い測定をするにあたって、勘案すべき要素は波長とサンプルの温度に集約される。プリズムとの屈折率差によって簡易に測定できることから、多くは、 臨界核法の屈折系を指すことが多い。また、臨界核方式の屈折系の原型が、エルンスとアッペによって完成させられたことから、アッペ屈折系と称されることが一般的である。臨界核方式の屈折系は、構造が簡易なことから、手持ち型、アッペ型、インライン型等用途に応じて様々な機器が実用化されている。機械に設置されたプリズムと資料との 屈折率差によって生じる臨界角を電子デバイスによって検知して測定を行う機器である。電子的に測定値を表示することからデジタル式とも称される。多くの伝統的な屈折計は自然光を光源として資料を透過した光で測定を行う。一方、自動屈折計は本体内に光源を内蔵し全反射の臨界角を検知する方法が一般的である。 自動屈折系の概要モダンオートマティックディフラクタマターズソースオブイメージアントンパー GMBH www.anton-paar.comled 光源からの光はサンプルと接触しているプリズム面に照射されるプリズムとサンプルとのそれぞれ屈折率差によって全反射現象が発生する センサーに届いた光の強度を測定することによって、全反射の境角を決定する。一般的に、下肢波長域においては、波長が短くなるほど高い屈折率を示すことが知られている。再現の良い測定のためには一定の波長で、測定することが求められる。過去に安定した波長を得ることができたのが、ナトリウムの炎色反応による気線であったことから、 現在もナトリウムスペクトルの D 線を基準とするのが一般的である。ただし、用いる波長によって屈折率が変わることから意図的に複数の波長を用いて測定を行うこともある。波長依存による分散値の測定がこの方法によるものである。屈折率の測定において温度の影響が非常に大きな影響を与える。一般的に高温になるほど低い屈折率を示す。 ことが知られている。これは、温度とサンプル密度の関係に起因するものであるため、再現の良い測定のためには一定の温度で測定することが求められる。現在は、ペルチェモトコと高精度温度センサーを用いた、電子温度制御技術が一般化したため、自動で安定した測定が可能となった。また、温度制御技術が、測定精度を及ぼす影響が大きいため、 高精度屈折系の実現には高精度、温度制御技術の採用が不可欠である。日本薬局型、屈折率測定法において屈折系の使用に関する規定が記載されている。東方性の物質において、波長、温度及び圧力が一定のとき、その屈折率は物質に固有の定数である。従って、物質の純度の試験または、 品質なに物質の混合物の組成の決定などに用いられる。通例、温度は摂氏20度、光線はナトリウムスペクトルの D 性を用い ND20 で表す。屈折率の測定には、通例、圧迫屈折ス計を用い、医薬品拡張に規定する温度の摂氏0.2度の範囲内で行う。圧迫屈折計では、白色光を用いて ND を直接読むことができ。 測定できる ND の範囲は1.3から1.7、精密度は0.0002である。圧迫屈折計の原理は臨界核方式の屈折率測定器であることから、電子デバイスを用いた自動屈折計も分類上は圧迫屈折計そのものである。医薬品製造の品質管理、品質保証用途の測定器は自動化が急速に進んでいる。 測定操作への人間の介在によるヒューマンエラーの排除とより客観的な測定再現性の確保の要望によるものである。デジタル化、自動化された装置の大部分は従前の測定原理を変更することなく制御、検出、解析などを自動化するものが大部分である。また、日本薬局型に規定の方法以上のまたび及び制度がある場合は、 その方法を用いることができる。との記載があり、この記載に照らして判断をすることとなる。伝統的な屈折計は、屈折光の臨界角を目測して測定値を求める必要があるため、自動屈折計、デジタル屈折計の導入が強く求められている。現在広く普及している自動屈折計の多くは、ペルチェモトコを用いた高精度温度制御機能を有している。ただし、 光原については、内臓光原からの光線を資料に直接照射し、全反射光をそのまま検知する構造から、搭載している光原の波長の精密度が、測定値に大きく影響を与える。自動屈折計を薬局型規定の測定に用いる。際には、搭載されている抗原に、適切な干渉フィルターを搭載する。等、波長の精密度の確保に考慮された装置を選定する。 ことが重要である。AKRUSS Optronics GMBH 生生物ページ。ありがとうございます。